北海道アイヌは、主に北海道島に居住するアイヌ系民族である。数あるアイヌ系集団の中でも最大の規模を有し、メナシクルシュムクルなどに代表される数多くの地域集団を内包する。ユーカラなどでは、北海道島に住まうアイヌを指してヤウンクルとも呼称する。シャクシャイン時代の北海道、北海道アイヌという概念は、 北方史研究者の海保ミネオによって提唱され、北海道各地で共通の文化風俗を有する集団を指す。海保は17世紀には有力主張によって収められる大規模な地域集団が5つあったこと、そしてこの5つの集団は20世紀に河野博道が母性の違いに基づいていったアイヌ民族の分類とおおよそ一致することを指摘し、これらの地域集団が アイヌ民族の国家形成への帯同期というべき、英雄時代の所産であり、爆藩制国家によるアイヌ民族支配が強化される中で、単に風俗、習慣を共通する、系統に変容してしまったものと論じる。解放の見解は、多くの研究者に受け入れられているが、共通の文化を有する集団と、主張によって収められる政治的集団を安易に、 混同しているとの批判もあり、北海道アイヌの地域集団については未解決の課題も多い。考古学者の大井春尾は5つの地域集団が存在したこと自体は認めつつも、それは政治的集団と見るべきではなく、出自の違いに由来する文化的まとまりを有する集団と見るべきであると指摘している。シュムクルは日高地方北部及びイブリ地方東部を 居住地とする集団。祖先は本州から移住してきたという他のアイヌ民族集団の中では見られない伝承を有しており、欧州藤原市の崩壊を契機に北海道島へ移住してきた大ウアイヌを先祖とする集団ではないかと考えられている。17世紀には南の目なし来ると激しく対立し、この対立が後に釈社員の戦いへとつながっていった。 現代の北海道において、アイヌ民族人口が最も多いぶり、日高地方はシュムクルの居住地と一致しており、これは、尺社員の戦いなどでシュムクルが、まさき藩に友好的であったためではないかとする説がある。メナシクルは、主に日高地方南部から十勝、くしろ、根室一帯、すなわち道東一帯を居住地とする集団。道東一帯で栄えたとびに、 対文化人を母体とし、比較的遅れて、アイヌ文化を受容した集団であると考えられている。17世紀には、静内川の主張であった釈社院が、シュムクルと構想を繰り広げ、最終的には、マサキ藩と改戦するに至った。また、18世紀には、メナシ地方とクナシリ島との間で、クナシリメナシの戦いが起こるなど、メナシクルは、 アイヌ集団の中でも独立心が旺盛であった。考古学的には、ベナシクルの居住地域にのみ、砦としてのキャッシュが集中して発見されるという特徴がある。イシカリアイヌは、シュムクルの居住圏である千歳川流域を除く石志、カリカー流域一帯を居住地とする集団。イシカリ川流域は、殺門時代から酒漁で栄えた地域であり、 先住の殺門集団と後に移住してきた、大うアイヌが交わる形で成立したのではないかと考えられている。釈迦員の戦いでは貿易断絶を盾に、取り屈服を求めてきたマサキに対し、当時の主張ハウカセは、石狩アイヌは、マサキとの交易がなくとも生活していけると、豪語するなど、北海道アイヌの中でも、とりわけ土地、資源に恵まれた集団として知られていた。 内浦アイヌは、イブリ地方西部から、大島半島東部の内浦湾一帯を、居住地とする集団。シャック社員の戦いの際には、目なし来ると、密かに連絡を取り同盟関係を結ぶなど、太平洋岸の諸集団と、密接な関係を有していた。しかし、マサキを中心とする、和人地に近かったがために早くから、アイヌ人口の減少が始まっており、その起源や文化については、 不明な点が多い。以上の4つの集団に加え、解放は、余市アイヌという集団も取り上げているが、この集団は、実は、カラフトアイヌの別派と見るべきとの説が、多い春尾より出されており、本記事では取り上げない。また、北海道島内には、以上の集団の他にも、大小様々な多数のアイヌ集団が存在していたと、考えられるが、未だ明らかになっていない点が多い。 歴史上北海道等を統一したアイヌ形勢力は存在ないため、北海道アイヌ語には共通語、標準語に相当するものが存在せず、複数の方言が並列して存在する。そのため、基本的に近代に至るまで、北海道アイヌ語という枠組みはほとんど意識されることはなかった。しかし、近代以降に北海道アイヌ協会を中心として、 アイヌ語の維持保存活動が行われる中で、近年では、カラフトアイヌ語などとの差異を意識して、北海道アイヌ語という用語が用いられるようになってきている。ありがとうございます。